はい、それではライブ配信を開始します。アロハ、グッドモーニング、おはようございます。今日はですね、1月の18日木曜日です。今朝の、潮回りは大潮でして、上げが朝の6時と夕方の4時半、下げが昼の11時となってます。今の時間はですね、下げですね、下げのちょうど下げの時間になっています。場所はですね、裏パークに来てます。ちょっとパークの方が混んでいたので今日は裏パークに来てます。昨夜の、風と雨が抜けてですね、今日は朝から波があるぞということで、早速ドローンを持って海にやってきました。ということで上空から波をチェックしていきましょう。上げていきます。はい、いきますよ。上げていきます。はい、見えますでしょうか。ですね、ちょっと近づけていきますね。結構ね、波が入ってきてるんですよ。ご覧の通り。もうちょっと上げてみましょう。サイズはね、胸ぐらい、もうちょっとあるかな、場所によっては。今ちょうどセットの間隔待ちですけど、結構ガンガン入ってきます。風はねだいぶ落ち着いてますよ。午後から南が入ってくる予報となってます。もうちょっと行きましょうか。はい、ですね、同時にパークの方も見てみましょうか。見えるかな、ちょっと遠いですけど、ズームしていきます。実はね、ズーム機能があったんですよ。これ知らなかったんですけど、2倍までデジタルズームができるということなので、ちょっとこういった感じでね、裏パークにいながらパークの模様なんかもお届けできると。今まで知らなかったんです、この機能に。恥ずかしいことに、ほら、パークの方は、波数は結構入ってきてますよね。でもね、サイズがワンサイズちっちゃいんじゃないかな、裏に比べると。あと、あ、ほら、裏はこんな感じで、あら、ちょっと遅かったか。あとね、白樺方面ちょっとね、ダンパー気味ですね。こっちもズームしてみましょうか。ズーム対応でも、サザンビーチの方には結構人がいましたね、さっきね。今日は、大潮で、まあ、大きな下げは夜中なんですけど、だから基本的に午前中というか、朝から夕方にかけてはですね、満ち引きはあるものの、基本水が、潮は高めです。そんな中で、まだしばらく残りそうな、まあ、しばらくといってもちょっとうねりとしてはしっかりしてる感じがあるので、まあ、早めがいいんでしょうが、入れる人はですね、十分今日一日波乗りできそうな感じですよね。なんかいい波一本取りたいですね、見たいね。さっきね、上手い人たちが 2,3 人一気に出ちゃったんだよね。ぜひともいいライディングをお見せしたい。頑張って。お、どうでしょう。おおっと、
いい感じです。結構ね、なんか乗ってるのを見る感じではパワフルな波って感じですよね。力がありそうなので、まあ寒いですし、入る人は十分気をつけて入ってくださいという感じで、一旦戻します。はい、どうでしょう、状況はなんとなく伝わったでしょうか。こんな感じでですね、不定期ではありますがライブ配信、波情報を配信しております。最近はちょっと寒いのでサボり気味でもっぱらブログをアップしているような感じが多いんですけど、引き続きですね、配信情報など、アラート欲しい人はこちらから登録ボタンを押しておいてください。ということで、マハロファンナドビルフォデア、See you guys later. Bye for now. じゃあねー、バイバイ。ブログも見てね。